んだこれ。ちょっと前回のパートで俺が勘違いしてた部分についてのなんというか言い訳と言いますかね。まあなんか思いのほか俺に賛同するコメントが、まあ思いのほかというか一切なかったので、ちょっとそれどうなんだろうっていうふうに思ったんでね。あの問題のシーンはあのマヤさんと足ずりが手をつないだ時のあの過去の回想シーンね、神社が燃えてるところのシーン で俺が倒れてる方をマヤさんだと勘違いしたというところなんですけども、まず、まあ今までの話の流れのおさらいだと、こう、まあまずマヤさんとキングレオに因縁があったと、10年前に因縁があったということで、まあ美咲はね関与してないっていうような感じだったじゃないですか、大体の話の流れとしては。でそこでこうキングレオは、まあキングレオはまあ分かるんですよね、あの立ち絵からでも。でその倒れてる方なんですけども、まずマヤさんの顔グラが出てくるじゃないですか、セーラー服の少女として。でキングレオのセリフがあって、でまたマヤさんの顔グラとセリフがあるっていうのでね。でまずマヤさんもね黒髪のショートカットなんで、その何倒れてるグラフィックの方も単発じゃないですか、だからちょっとね見間違い錯覚を起こしやすいグラフィックだったなと。でまずマヤさんのセリフがその画面外から飛んでくるとは思わなかったんで、まあまずその立ちグラフィック的にも2人しかいないし、でその後顔グラとセリフが出てくるのも2人しかいないんで、これはもう普通に考えたらセリフと立ちグラフィックがこうね合致するわけじゃないですか、俺の脳内で。なのでキングレオとマヤさんの掛け合いだと勝手に思っちゃったわけですね。うん。でまあマヤさんは実は画面外にいたということなんですね。はい。でまあボルカナスが出た時点で気づけよと思いましたね、俺も後で見直してね。ボルカヌス、マヤさんから受け継いだみたいなね、ちょっと変なこと言ってましたけども、まあ、ボルカヌスの時点で大体気づくんじゃないかなと。でも、まあ、あまりにもコメントでね、ちょっと言われてたんで、いや、気づけよみたいな言われてたんで、気になったんで、ちょっとこのペルソナ2って実況してる方が結構多いので、他の実況者さんが誰か俺と同じ勘違いを犯してないか、ちょっと見に行ったんですよね。で、他のパート見ちゃうとネタバレになるんで、この空の科学館のパートだけをこう覗いてきたんですよ。で4人の方かな、4個動画を見てきて、俺と同じ勘違いを起こしていた方がお一方いらっしゃったんですね。つまり俺を足して5分の2がこの勘違いを犯すっていう、なかなかの高確率ですよこれは。どうですか皆さん、多分ねコメントでは書かなかったけど、俺と同じ勘違いを犯していた方もね実は隠れていると思うんですよ。恥ずかしがらないでコメントしなさい、ちゃんとね。まあそういうわけで、まあ言い訳でした。じゃあ本編の方をどうぞ。よし再開。ちょっと案外時間ねえぞこれ、もたもたしてたら。これ多分火が回って通れなくなったんだよな、おそらくと思いたい。俺が迷ったとは思いたくない。あ違う、これ逆になってんのか、マップが。あ違うな、いやマップはそのまま正常だ。下から来たんだ。違う方向行っちゃっただけですね。よし迷うね相変わらず。まあまあしょうがない。地図をね、ボタンを押して開かないと見れないからね、うん、常に持ってたらね、俺もそんなに迷わないんですけどね。よっしゃ、もう玉木ちゃんいない。4階。ジャンジャが行こう、ジャンジャが。あ、つか、セーブしときゃよかったかな。4階はもうレオが出るのかな。イベントだ。つか、まだ銀庫の誘導ゼリフが残ってるはずだし。エレベーター。あ、挟まってる。これ痛い痛い痛い。これ足挟まってるの見えますか、皆さん。痛い系の足が。どっち、男女これそれ開かんだろう。それで開くんだったらお前普通に開いとるやろ。ダメだ、このエレベーター壊れてるよ。でもそれ手動で開けれる、開けれるよね、開けれると。どきな、もやしもやし野郎はどいていな。あ、ペルソナ使うんかいペルソナ使うんだったらお前パンツでもできるよ。器用な触り方してるねすげえな。確かにこれどうなってんだこれ足だけかと思ったら腰も挟まってんのか。うわすごい挟まり方してたと今。なるほど、エレベーターの中の部屋が、あちょっと太めの子だったのね。それはしょうがないかな、うん、先生たちは屋上よ、君も早く逃げなさい。ただし今度は階段を使うのよ。本当だよ、まあ、エレベーターの中で閉じ込められてたらお前死んでたよ。まだ挟まってたから助かったもののさ。お、来た、キングの館内放送。でもこの階からは悪魔が出るぜ。
親切だな、お前1階から出ねえんだな。あ、そうか、小学生がいるところで悪魔出したらちょっと危ないなみたいな。あ、キングちょっとロリコン入ってますんで、あの石キックとか見てるとわかるんですけど、石キックを可愛がってるところからわかるようにね、ロリコンの毛があるんで、ちょっとね、小学生がいるところでじゃあ悪魔出しちゃうとかわいそうだなっていうね、両親が残ってるんですね。そして美咲くん時間もないし、いちいち近くの相手をしてたらキリがないわ、適当に足立って逃げましょう。なるほどね、まあ一旦セーブしましょうか。できんのかなこれ、時間制限ある中でセーブできないよねまあ適当にあしらっていきましょうか。まあ小学生もおそらくいないっぽいし、おそらく今の挟まってた子で最後でしょうから、まあささっと上に上がっても良さそうだけど、気になるから調べちゃう調べちゃうな。展示室まだあるじゃん。あ、そっか、銀子のセリフがあるからまだ小学生いるんじゃないか、いないかな。まあ美咲のセリフはないはずだから多分あと1回で終わると思うんだけど、まあここにはいませんよね。うん、よし、レッツはゴー。まあ20分か、どうしよう。この時間にキングレオとのボス戦まで含まれてるとしたらちょっと足りない気もするけどね、時間的に大丈夫かな。なんだかんだ前回の時間制限もかなり余裕だったし、あー、しかし4階広いぞ、さっきまでより。なんか火のつき方もめんどくさい感じになってるし、通れるんだか通れないんだか分かんないような火のつき方はちょっと厄介だな。でちなみに悪魔はどんなやつが出てくるのかね。うわクラーケンがなんかさらにエグくなったな。もうどんどんクトゥルー化してきてる感じがするけど、カナロアか、タワーはちょっと欲しいな。どうしよう、まあ、コンタクトでかわしていけば多分早いんじゃないか。あー、怒った、だけど無感化するわ、気持ち悪いなこいつは。短期愚か、短期愚かだったらどうだろう。短期ね、まあまあマヤさんが安定か。褒め殺すか、インタビューでいいや。これ調子に乗れ。つか、ソウルアッカーズのカナロアはもっとシュッとしてたよな。なんか、うん、シュッとしてた。なんかこんな緑してなかったし。顔笑っとる、気持ち悪い。おいしおいしおいし、私の名前は天野麻也。冗談ですよ。クソつまらねえ冗談吐きやがるな、こいつ。で、今インタビューでよかったっけ、ちょっと見てなかった。よし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 。いいよいいよ。うん。あなたのメニューは愛する人っつったらちょっと喜ぶんじゃない。ああ、喜ばねえ。そのように謙虚に答えれば私が、謙虚じゃねえよ、お前、冗談だよ。何お前、受け取っちゃってんだよ、真に受けちゃって。おめでとう、おめでとう。ちょっとソウルアッカーズのカナロアの方が気になるな。どんな造形をしてたかちょっとはっきり思い出せないけど、シュッとしてた気がする。ちょっと多分今グラフィックを編集で入れてると思うんですけど、あ、ここ通れねえのか。シュッとしてた気がしますよ。ここ通れんの？通れないの？ちょっと待てよ。こっちは通れんのか。よし。案外時間足りないかもしれないぞ。大丈夫かな？しかし、一応展示室入れたってことは、多分まだ小学生いる可能性あるからな。うわ、めっちゃバイバイキンに似てた。バイバイキンつか、バイキンマンに似てた、今の。バイバイっていう言い方。バイバイキンに似てたって、まあ、わかるけどさ。こっちでいいのか。あれ、なんだこれ。奥まってきたな。あー、まあ、ここ入った？入ってないね。ここがラストでやってほしいな。んー、ダメか。まだあるのか、部屋が。よし、まあ、ここまで来て、この部屋には誰もいないみたいなイベントがまだ起きるってことは、それまだ逃げ遅れが確実にいると思った方がいいよな。ちょっと銀子のセリフで、セリフがまだ来てねえっていうことで、俺は勝手にあと一部屋あると踏んでるんだけど、多分そうだよね、あるよ。どうしよう、どっち行ったらいいんだ。あ、アイテムがある。ちょっとアイテム拾おうぜ。この部屋だよな。ん？行けんのか、そこ。通れないと思ってスルーしたんだが。こっち？これか？ああ。ああ、三玉卵置いとくなよ。うわ、なんかいかついの来た。なんだこいつは。いかついいかつい。タラニス。なんじゃそいつ。チャリオットか。どうしよう。
まあカナルアでカードもらっとくか。よし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 。そしてこっちだっけ？この地図の開く頻度凄まじいな、さっきから。こっちにも行けるよ。どう行ったらいいな。こっちは来たことある。じゃあこっちだ、上だ。あそこ部屋あるな。いいね、結構地図がかなり広域を表示してくれるから次の部屋も見やすいな。よっしゃ、ここで終わりかな。もうないでしょ、行くとこ。はい、来ました、ここですね。よし、うん、ラストか。ん？あ、俺が言うの？みたいな感じマジか、美咲はセリフねえからもう部屋ないだろうなと思ってたら無言の圧力無言の圧力で小学生をどかすっていう目つきにビビって逃げてったんじゃねえか。まったくだよ、お前。ゲーセンでなんか、ゲーセンじゃねえな、ゲームソフトショップ、ゲームショップでこうたまにこうお試しプレイができるゲームハードが置いてあるところに小学生がプレイしてるのをこう自動目で無言の圧力をかけてどかす中学生みたいな、そういう感じだな。俺もプレイしたいんだけどみたいな無言の圧力を後ろからかけて楽しそうに遊んでる小学生をどかすっていうまあ最近そういうのあんのかな、あのお試しプレイできるさ、試運転というか試しプレイができるゲームソフト置いてある場所って大概あったよね、昔はね。昔はってか今も多分あるだろう。最近はもうゲーム買うとなったらもう Amazon とかで買うからあんまりゲームソフトショップ行かないのかな。だいぶ遠かったな、今。南に行けばいいのか。よしよし、ちょっともう飽きてきたな、科学館。つか燃えてるからさ、全然展示物なくて面白くねえんだよ。ちょっと期待してたのにな。あ、ちょっと炎食らっててやばいか。よしよしよし、12分。あれ、これ結構厳しめですか結構地図開いたりしてっかんな。これはこう回っていくのか、次のところを右ですね。ここか。よしよしよし、こっちからかな。あー、こっち行けない。まあでももうここで多分階段がそろそろ出るはずだし。ん？そう、あなたもあいつを感じるんだ。キングはこの先をペルソナが教えてくれてるわ。マジか。あー、ブルブル行ってんな、おい。エレベーターの裏に回ってきた。あー、いるぞ。で、もう一部屋あるってことか。さ、残念ながら玉木ちゃんではなかったな。回復しといた方がいいな、これ。首を洗って待ってな。首を洗って待ってな。逃げボイスもかっこいいっていうね。ただ、かっこつけてるだけっていう。回復しとこう。ボス戦も近いしな。よし、一応こいつのセリフを聞いといてやるか。まだ生徒の数足んないっていう、もう一回探してきてくれ。腹の立つ野郎だ、ただし君は。しかし憎めん。この辺アイテムありそうだな。ないか。こっちか。こっち通れないか。11分50秒。よし。よしよしよし。早く立ち去れ。こっちか。ああ、結構エンカウントするね。あれつか、銀行のペルソナが初期ペルソナに戻ってる。エロスに変わってるな。なんでだ。ちょっと変えとかないと、ピクシーに。エロスでも別にいいんだけど、メディアが使えないからな、エロスだと。あい、くそ。あー、くそ。あれ、ここは時間制限ないのか。ここは落ち着いていいんだな。そうか。レベルアップ中は大丈夫なのかな、おそらく。じゃ、ペルソナチェンジしよう。え、なんでペルソナ変わってんだろう。なんかしたっけ、俺。さあ、走行してるうちにやばいな。10分切ったぞ。いけっか、これ。いけるだろうけど、あー、そこで食らう？結構広いのね、範囲が。おー、そこで食らう？結構広いのね、範囲が。やばいって、やばいって。1とかなっちゃってるって。
これはメディラマを覚えさせておくべきだったな、誰かさんに。ここか、ここラストだ。よし、逃げろ逃げろ。ここでラストでしょ、いるでしょ。いたね、これはいたね。よしよしよし、よかった。多いな、しかも。よし、あーもう泣かない泣かない。そうね、そういう優しいセリフをかけてあげないとね。さあこれでじゃあ階段まで行けば OK か。最短で階段まで行きたいな。階段どこだったっけ、ちょっと待って、階段どこだった、階段どこだ、ここじゃない。おい、ただしただし叫べ。ここか、え、ここが上がってくる方か。こっちか、え、こっち下りだよな。え、上り階段か。じゃあこっちか、こっちで。この絵が分かりづらいよ、結構遠いし。こっちから行けるか、こっちから行けるっしょ。左から行こう、左から。左、え、左どっち、こっち慌てるな慌てるな、全然間に合うはずだ。いけない。焦るねこれ。死んじゃったよ、マハムド食らっちゃったよ。よしマジか、回復しないと。よっしゃ、でどっちで、下か、右側から、あ、こっちか。あ、もう近いじゃん、すぐだすぐ。右行って、よし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 。ここセーブできないの、セーブできないの。あ、5回来た5回来た、セーブできるよな、セーブさせろ。セーブできない、いいや、もう行こうぜ、突っ込もう突っ込もう。よし、屋上ブルブルいっとるよ。あ、ちょっと一旦録画切った方が良かったか、これ時間的に。あ、時間制限終わった、よかった。玉木ちゃん、私の中でも、あ、そうかそうか、玉木ちゃんもそうだ、ペルソナなんだっけ、イフか、イフの主人公だったっけ。そうだ、仲間いるのか、普通にが、なんか未だに使えたんだね。うん、ちょっと驚きだ、そういう素振りを一切見せなかったから。貴様は本気で俺を怒らせた。5秒だ、お前5秒も経たずにやられるだろう、やめとけってせめて剣使えよひどいな今の、正しく。おお、こっちから出るんだ、うん、大強制たるものこうでなくてだな。みんな武器構えてるけど、武器使うの多分、うん、パンツぐらいかな、使うとしてもな。うん、意識ックレオ様、意識ックお前捨てられたんだよ、レオに利用されたんだよ。どうして火をつけたの、やっぱそういうことだったのか、うん、もうこれに懲りたらレオの元を離れてうちに来ないか、うちに、我が社に入らない。おーっと、これ揉んでんじゃねえだろうなお前、どさくさに紛れて。ちょっとガキが大嫌いだからだよ、もう悪役が仮面取っちゃダメだろう。あ、でもこれ右顔面は火傷なのかな、なんかあれみたい、バットマンの方のジョーカーみたい。ジョーカーつか硫酸の方だな、硫酸の方っぽいな。あ、でもやっぱ、あ、須藤、お前が須藤か。あー、お前が須藤か。つうかまあそれぐらいしか男の人名出てこなかったしな、10年前関連で。うん。で、魔女釣ってたのはマヤさんのことだったのか。で、そこのガキっつのは美咲のことか。で、ちょっと見逃してたけど、見逃したつうか言い忘れてたけど、さっきの意識キックがジタバタするのちょっと可愛かったな。私知らない。お前さっき美咲くんつってたじゃん。うん。お前らが走り回る様なかなか楽しませてもらった。相当走り回ったし、俺今結構脇汗かいてるよ、今。まあ、喋ってるからっつうのが一番だけどな。このクソ暑い中な。うん。ほう。他にもまだあるってことか。スマイル平坂。
ってかスマイル平坂あんな外観だったんだ。秋ナスっていう駅があった。わあ、俺の努力が水の泡。綺麗に炎上したね、しかも。ということはゴールドの方も、派手に派手にいったな。わあ、うらら大丈夫かね。戻ってきてはいないか、さすがに。うわ、すげえな。結構な被害が、周りにも被害が出とるな、これは。うわあ、引くわあ。レオ引くわあ、これ。ほんとだ、話が違うぞ、これ。これ以上付き合ってはいられないわ。それで、ボコろうぜ、早く。あの時、おとなしく死んでいれば。10年前何なんだよ、マジでよ。すべては災いを振りまく魔女のせいよ。違うか。そう、違うな、今の。須藤のセリフだったな。ナウイオリンの主演までは待たせん。魔女にふさわしくここで燃え尽きるがいい。マジか。ジョーカーの本当の目的は何？マイヤーの託戦の成就が意味するもの。人類イデアリアンへと召喚させる道を。もうなんかもうどんどんわけわからん単語出てきた。イデアリアン。イデアはわかるけど。イデアの世界ってこと？イデア界ってことか？イデアリアン。天に聖なる十字架が鳴るとき、冥府は天へと昇る。15000年ぶりの天気がもうすぐ訪れる。こっちはキリスト教っぽいんだよな、でも。冥府が天に昇る。聖なる十字架。セカンドインパクトみてえな。そういうこと？まあ、その日を境に我々はあなたの人類として神に近づくのだ。何なんだこいつは。人の進化を企んでるとでも言うつもり？なんかシャアみたいだな。ニュータイプの革新みたいな。そうだ、上の者を呼べ。お前じゃ話にならん。まだ思い出さないのか。人間はどこまで都合のいい生き物だ。確かにね、我々いろいろなことを忘れすぎだと思うんすよ。特に美咲はね、ジョーカーとのことも忘れてるし、さっきのレオのこと、レオと会ってるのかどうかわかんないけど、マヤさんが少なくとも美咲のこと知ってるってことも忘れてるよな。初対面っぽい感じだったもんな。マイヤの記憶忘れ去られたのも当然や。マイヤの記憶ね。マヤさんの初期ペルソナがマイヤだけど、その辺からなんか情報を聞けたりしないのかね。仮面の下のあの方の素顔は女神のように美しい。ゲイか。引くわー。キングレオ引くわ。あの方は俺に幻滅された。今また我々の障害となった貴様らに必ず復讐を果たすと。なんかこいつが言ってることが一つも理解できんな。とりあえずジョーカーが何がしたいのか全く見えないよね。アバウトな感じでね。とりあえず俺たちが邪魔っていうのは分かってるけど。10年前の夏の日を思い出せ。あの方からの伝言だ。で、また花か。ちょっと早いとこ思い出してくんないですかね。これ、キングレオにイラつくというよりは、キングレオにさっきからちょっとずつ引いてってるけど、この忘れっぽさがひどすぎる主人公にもちょっと引くよね。俺も忘れっぽいけどさ、ちょっとその辺は似てるのかもしれない。忘れっぽさという意味では。てめえに逃げ場なんぞもうねえぞ。そうだ、ちょっと石キックだけ置いていけ。おっと、展望レストランが動いた。子供たちの噂？え、聞いてないよ。なんかあったっけ。おお、ジョーカーは、ジョーカーお姉ちゃん、え、女なん？てか銀子の姉なん？どういうこと？え、キングレオの姉なの？あー、どういうこと？ちょっと待って。でも、まあ、リサがお姉ちゃんって言ったってこと、あ、なんだ今、チラッと出たよ。今、キングが下から押してくれたのか？この人たちを連れて脱出しましょう。なんか今、チラッとなったの、何だったんだろう？よく見えなかったな。いや、後で動画で見よう。どういう展開だ？
急展開すぎて俺の脳みそでは全くついていけなかった。ああとりあえず分かったのはちょっとマヤさんと10年前知り合ってたっていうのと、キングレオがちょっとゲイっぽいと思ったら実はジョーカーが女性だったっていう。なるほどね、よく分からないね。で多分この噂って何なんだ、飛行船が動くっていう噂でもあったのかな、小学校の間で。誰が運転するんだよ、誰かできんだろそんなの。なんか殴ったね。あ、天才ドライバー天野麻也の腕前を披露するときが来たよ。飛行船の一つや二つ。マジっすか、絶対乗りたくねえ麻也さんの運転なんて。多分この先がブリッジね。マジで飛ぶんすか麻也さん。あ、結構本格的な飛行船。あれブレーキがないな、ダメだろう。まあいいかって、どうやって止まるんだ、つかブレーキとかあるのか飛行船に。飛行船でブレーキとかいう表現なのかね、車じゃあるまいし。そうか、天才ドライバーって別に飛行船のドライバーじゃなくて車の運転手ってことか。おやつさん本当に運転できんの、今車感覚でやってるでしょ、ハンドルとかブレーキとか。今のうちに誰かと交代した方が良くないか、誰もできないでしょ。でもいやね、ちょっとミスっただけじゃない、マジか、ちょっとミスったのか。ちょっとミスった人に任せたくねえぞ。でもマヤさんならできそうな気がしてくるのが不思議だ。あ、これが飛ぶの、すげえな。あーすげえ、てかもう燃えてんじゃん、だいぶ下の方。この勇壮な BGM、 危ない危ない。え、これ飛ぶように作られてないでしょ絶対。燃料とかどうなってんだよ、燃料も入ってないだろうしさ。ていうか我々が飛ぶにしてはでかすぎるな。ちょっともったいない気もするよね、このでかさは。え、斜めってるよ、この斜めに飛ぶもんない飛行船って。え、ですよね。ちょっと燃えてたもんね下の方ね。そうなっちゃうか。おお、みんなへたり込んで、ジーザス。ちょっと待って、ちょっとイベント長すぎて録画時間が来ちゃったんで一旦止めましょう。